今回は脱出ゲームレベル1からの脱出を作りましたという告知動画になります。皆様レベル0からの脱出遊んでいただきましたでしょうか。レベル0からの脱出は YouTube の終了画面を駆使した2択脱出ゲーム。まだ遊んでいないという方は概要欄コメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひ遊んでみてください。やってみたけどクリアできなかったという方はここのコメント欄で質問してみてください。先人たちのアドバイスをもらえるかもしれません。そしてクリアしたよという皆様おめでとうございます。今回ご案内する脱出ゲームレベル1からの脱出はストーリー的には前作の続きのような感じになります。こう言ってしまうとレベル0からの脱出の結末がバレてしまうわけですけども、それはともかくとしてレベル1からの脱出は選択肢を選んで進めるゲームブックのような形をとっております。元記事の要素も入れつつ独自の創作も交えて作りました。いくつかバッドエンディングもあるのですが、レベル0からの脱出と比べると難易度は下がると思うので、よかったら遊んでみてください。2なあなたのためにパーティーゴアにやられる隠しエンディングもご用意しておりますので、よかったら探してみてください。こちらも概要欄コメント欄にリンクを載せておきます。最後にゆくゆくは皆さんに考えてもらったストーリーを私の方でゲームブックにして制作販売するといった企画も考えているのですが、こういうことに興味があるという方はぜひコメントを残してください。バックルームを題材として同じようなゲームブックを作ってみたい人、レベルの創作そのものよりもそのレベルをモチーフにしたストーリーを作ることの方が興味があるという人、自分が書いたオリジナルレベルを知ってもらうための普及活動の一環としたい人、その他こういった創作活動を通じて小銭を稼ぎたいとか SNS フォロワーを増やしたいという人など、動機はいろいろあると思いますが、ある程度希望者が集まりそうだったら本格的に考えてみようと思っています。今回は短いですが以上です。それではゲームをお楽しみください。